こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日はですね、浴衣と寝巻きの違いをお伝えしたいと思います。浴衣と寝巻きの違いです。今日は伊香保の温泉に来ておりますので、寝巻きがあるんですね。その寝巻きと浴衣の違いをよくご存じない方がいらっしゃると思いますので、その違いをお伝えしたいと思います。はい、このようにこの東京日本橋着物を楽しむ学校は、着物初心者の皆様のお役に立つ情報をたくさん発信しております。ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。さて、それではですね、浴衣についてお伝えをしたいと思います。今日私は浴衣を着ています。これ浴衣なんですけれども、柄の配置がですね、付け下げ風になっているんですね。素材は木綿です。木綿ですから洗えます。洗えますが、柄がここのお袖の裾、お袖のたもとのところですね、の両方と両方ですね、そしてこちらも両方にあります。それから肩にあります。それから上前だけにこのようにあります。ということで、付け下げ風になっているんですね。嬉しいですよね。はい、夏にこんな付け下げ風の浴衣があったら、長襦袢を、まあ、してもいいんですけれども、しなくても寝巻きっぽくは絶対見えません。これは寝巻きではないです。寝巻きではないです。浴衣イコール寝巻きではありません。寝巻きイコール浴衣でもありません。はい、ではどうしてそのように言われるのかということなんですけれども、浴衣は洗える木綿であることが多いんですね。そして浴衣はどういうところで着るのかというと、お昼の待ち着として着る。それもあんまり格の高いところではなくて、格が低い街中で着るような、お祭りで着るような、そういう着方をされるんですね。ですから素足で下駄を履いて浴衣というのがとてもよくマッチするという格好になります。ですが、これをたくさん着ていますと柔らかくなりますので、寝巻き代わりにもできるんですね。ですから昔の方は寝巻き代わりにも使いました。ということで、浴衣を着古して寝巻きにするという流れなんですね。で、それに対してですね、これは旅館にある寝巻きです。完全な寝巻きです。寝巻きです。お袖がこんな風になってますね。ですから着物の一つである浴衣のこのお袖のたもとの長さとは違う筒袖になっています。そして染めも簡単な染めですね。そして長さも長くないんですよ。浴衣というのはお着物と一緒ですから、自分の身長よりも長いプラス30センチぐらいのものをお足を上げて、腰紐を締めて、その上に帯を締めていますね。帯を締めています。そして私は帯締めと帯揚げもしていますね。こんな九寸の親帯ではなくて、八寸の帯でもいいし、それから角帯ですね。角帯で気軽に着ていいものなんですね。それが街中で着ることができる浴衣です。それに対して寝巻きというのは、寝るためだけの部屋の中で着るものです。寝巻きを着て外に出ることはしませんよね。ですから寝巻きは部屋の中で夜着て寝るもの、浴衣は街に出ることを目的として作ったお着物ですから、違うものなんです。違うものなんですが、これがだんだん着古すとこのようにも使えますというだけです。はい、今ホテルにございます寝巻きは一般的にはこういうものが多いんですね。筒袖なので袖が長くない。それから襟もこれバチ襟なので襟を縫い付けています。お着物、浴衣は広襟の時とバチ襟の時、2種類ありますね。この寝巻きを着てみますと、寝巻きというのは、はい、これ寝巻きです。これ寝巻きというのはですね、寝巻きを着てお風呂に行く、それからお部屋で寝るという目的なんですね。旅館やホテルによっては、この寝巻きで食堂に来ないでください、レストランに来ないでくださいというところも多いんです。
ですから完全な部屋着です。部屋でくつろぐためのものなんですね。今日このホテルについている帯です。これはもう留めるだけのものなので、このように留めて締めて、はい、このようになりますね。これは寝巻きです。寝巻きはお部屋でくつろいで寝るためのものです。おしゃれをして外に行くものではありません。これは大きな違いなので誤解がないようになさってください。浴衣と寝巻きの違いです。寝巻きは寝る、巻くと書くように寝るためのものです。浴衣は昼間外に行くための簡単な外出着なんですね。特に夏ですね。夏に着るものです。ですから、大違いです。大違いなんですが、浴衣は素材的にも、仕立て方的にも、寝巻きに使うことができる。ただし、最初からこんなものを使ったらもったいないので、着古して、洗い古して、くたくたになって、着やすくなったら寝巻きにもできます。というものなので、大違いですから、皆様誤解がないようになさってくださいね。外人の方、ご存じない方もいらっしゃると思いますよ。浴衣と寝巻きは違います。それではご質問などございましたら、コメント欄からお寄せください。皆様が浴衣と寝巻きをしっかりと理解していただくことを望んでおります。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。